ではベストマッチランキングトップ3の発表です。第3位に選ばれたのはこの試合です。世界ウェルター級のタイトルマッチ12回戦、アメリカネバダ州ラスベガス MGM グランドガーデンアリーナ満杯です。パッキャオとマルケスがまもなく激突いたします。さあグローブを合わせました。3部作最終章、まもなく扉が開きます。浜さん、はい、一言お願いします。まずスタートでマルケスがどういう風に乗り切るかですね。パッキャオの踏み込みのスピードはナンバーワンですからね。さあ試合が始まりました。パッキャオが赤のトランクス、そして黒のトランクスがマルケス。過去2度対戦しています。パッキャオの1勝1分け、これが最終章、3部作の終わりの章に数えられています。パッキャオの1勝も3人のジャッジのうち1人はマルケス勝ちにしているわけですからね。僅差です。すぐにやるとすると納得いかないわけでしょうね。ノックアウトじゃないといけないという、まあ再戦をすぐ要求したらしいんですけどね、それは叶えませんでした。マルケスついにこの2011年11月にして3戦目が相成りました。パッキャオもいつも の爆発的なスタート1ラウンド目の動きではちょっとないようですが、まあ、揺さぶりかけながら相手の、はい、まあ、要するにマルケスの出方を見ながらやってますね。あ、入ってくるワンツー、おーっとボディを返します。マルケスはボディを返しました。マルケスのスタートでのやり方というのがやっぱりパッキャオを前に出させない状態を作りたいですね。あのマルケスとするとですね、フィリピン人とメキシカンがメキシコ人がここアメリカで戦っています。そしてこれだけのお客様を呼びます。あーっと空振りのところを狙います。パンチが抜けていったところ、もう一回来ました。少し浅かったですね。左を飛ばしてきます。おー振ります。マルケス、そうですね、もう一回ボディ返す。パッキャオが入っているところボディをまた返しました。第1ラウンド終了です。パッキャオは随分慎重だったですね。慎重だった。そして、はい、マルケスいいですよ。どうですか、はい、相変わらずガードは高いマリー・パッキャオ。もちろんマルケスもこの高さを誇ります。ちょっと開き気味です。マルケス兄弟得意とする対抗してますよ、はい、当然警戒はしていますでしょう。マリーパッキャオだからメキシカン特有のパンチですよ ね、 リカルド・ロペスがアラビラモアをKOしたようなああいう左アッパーが来ますから ね、 ね、ロングの左アッパーでリードしてきますからね、はい、マルケス、まあ、この弟のラファエルともにこのアッパーを右引っ掛けるような感じ。あいつですか。あいつです。右と右ですね。今のは今いつもパッキャオ、その後のフォローが届きません。マルケスも十分か。マルケスいいですね、うん、このパッキャオに対する距離が頭に入っているようです。謝りません。上髪パッキャオはこの後どう仕掛けていくんでしょうか。やり方としていきなり大きいのじゃなくて、サクシみたいにまず当て始めてからっていう風に変えたかもしれないですね。飛び込み今みたいに返されましたから、返されてますからね、ええ、今まっすぐ突っ込んでいきました。左ショットがちょっと読まれてきましたからね。左アッパーっていうのはボディ顔面どこにでも入りかけることがあるんですね。はい、見るから激しくなります。動きやす、動きが見られます。大きな動きが出てきました。しましたね、そうですね、9ラウンドまで来ています。大きな動きの中でこのスピード感溢れる中でパンチを当てることができるのはどちらだ。マルケス当てます。マルケスも勝負つけましたね。パッキャオも動きながら流れに乗ります。左ストレート届きません。マルケスペースダウンしましたね。はいはい、見るカウンター、カウンター遅れますマルケス。そして懐で戦い始めましたパッキャオ。足を回転させます、シャックルさせまして、さあ行くぞというような感じで煽ります。マリー・パッキャオ、2度戦ったパッキャオだからそのマルケスのカウンターの威力、怖さっていうのを知ってるわけですよ。なるほど、ね、12ラウンドプラス12、24ラウンドも戦ってるわけで、この試合も11ラウンドまで来ています。おお、まもなくこのラウンドも終わります。あ、11ラウンド目終了しました。この第3戦もファイナルラウンドまで進んでいきます。どういう結末でありましょうか。
あと3分、もうすでに2分40秒クロス気味に右のリードパンチ動きながら入れてきます。このまま互いの後輩レベルの攻防のまま足は踏み込まれた。あれ上がったマルケスの腕この辺りパンチを持っていきます。パッキャオ残り20秒です。プレッシャーかけてるんですけどパッキャオの攻撃がちょっと雑ですね。そう雑にさせてるのはマルケスなんですけどね、少し焦りもあるかもしれません。最終章どちらも立ったまま最後のゴングを聞きそうです。試合終了です。パッキャオ首を振りました。そうですね、マルケス右手突き上げました。思うような試合できなかったということでしょうね。倒して当たり前という風に見られていましたからね。Ladies and gentlemen, from the MGM Grand, we go to the scorecards after 12 World Championship rounds. Robert Hoyle scores the bout 114-114 even. 114-114. Dave Moretti scores it 115-113. 115-113. Glenn Drobidge 116-112. 116-112. The winner. By majority decision, and still WBO champion. Manny Pacquiao. またまたハマンさん接戦になったということになるんですね。3回目は決着つくと思いましたけどね、まあ、判定では勝ったにしてもパッキャオからすると納得いかなかった、そして負けたマルケスも納得いかないということでしょうね。西岡さん、これどうです、この試合から何かこう得たものとかこう感じたものとかどんなことがありますか。マルケスの戦い方に注目してたんですけど、まあ、やはりパッキャオの攻めてくる後にカウンターをやり狙ってて、パッキャオは攻めにくそうでしたね。はい、点もあるらしいですね。第4戦より先にもっと我々が見たい試合があります。えそれはそのパッキャオメイウェザーですよね。だから4戦目の興味っていうのは確かあるんですけれど、それしてもですね、この両者の相性の悪さっていうのだんだんやればやるほどお互いその読みが深くなってる。試合が本当にクロスゲームっていうか、ね、噛み合わなくなってる傾向ある。そういう試合あるんですよ、ボクシング。今年も寒さでいいとは思うんですけどね。そういう話があるっていうことですよ。あることあるんですよね。ただ話はあります。決着がつかなかったり、ね。はい。